ネットラモーティングはネットフレームワーク1.0の一部としてリリースされたマイクロソフトのプロセス間通信 API である。様々なアプリケーションドメインやプロセス、そして様々なコンピュータ上に存在するオブジェクトが互いにシームレスに通信するための高性能かつ拡張性の高いフレームワークを提供する。16ビット版 Windows の時代からネットラモーティングに至るまでには 以下のような技術が開発されてきた。コモンオブジェクト、リクエストブローカーアーキテクチャーや Java RMA のような類似技術と同様、ネットラモーティングは複雑だが、その本質は単純である。オペレーティングシステムやネットワークエージェントの助けを借りて、クライアントプロセスがサーバープロセスにメッセージを送信し、応答を受信する。マイクロソフトデベロッパーネットワークでは、 ネットラモーティングに関するページがある。その後、ネットフレームワーク3.0以降で導入された Windows コミュニケーションファ o n f o u n によって、ダコムやネットラモーティングの置き換えが進められている。ソフトウェアテクノロジーロデマップ、コンポーネントオブジェクトモデルリレーテッド、ケイポビラティス、カーネギー、メロンソフトウェアエンジニアリングインスティチュート、 2008年5月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年3月7日閲覧。スコット・マクリーン、ジェームズ・ノフトル&、キム・ウィリアムズ、マイクロソフト、ネット・ラモーティング、マイクロソフトプレス、ハット・イン・ゴ・ランマーマリオスプした、アドバンスト、ネット・ラモーティング、A プレス、ハット・マイクロソフト、ネット・ラモーティングフレームワークの概要。ありがとうございます。